モデルプレスイコール2024年5月19日、グローバルグループチーム、エンティームのインタビュー連載。ユニットインタビューの第2弾は、はルア、はルア19、とまき、まき18、が登場。写真、チーム、ハイトーン奇抜カラーも、ヘアチェンジ姿、アンドチーム、さみだれ、さみだれ、インタビュー連載 BTS、セブンティーン。 ジャスティン・ビーバーなど世界で活躍するアーティストが所属する様々なレーベルを要するハイブ。その日本本社ハイブジャパン参加のハイブラベルジャパン初のグローバルグループであるチームは、オーディション番組、オーディションザ・ハウリング、を経て、EJ、ウィジュ、フーマ、フーマ、K、K、ニコラス、ニコラス、ユマ、ユーマ、ジョウ、ジョウ、ハルア、ハルア、タキ、タキ、マキ、 マキの9人で2022年9月3日に結成、同年12月7日にデビュー EP、ファーストハウリング・ミーでデビューを果たした。そして春夏秋冬を通じて結束する少年たちの物語の第一章、サミダレ、サミダレ、で新たな幕を開ける。サミダレ、サミダレ、のリリースを記念し、モデルプレスではユニットソロでのインタビュー連載が実現。アンドオーディション・ザ・ハウリング、 での右与曲折を経て絆を築いた二人。インタビューでは、二人の関係の変化やお出かけエピソードを話してくれた。記事の感想は、シャープモデルプレスで続くチームのサミダレ、で、ハルアマキ、お互いの歌声をし、マイナスファーストシングル、サミダレ、サミダレ、では、儚くてエモーショナルな雰囲気に一気に変わりましたね。これまでとの違いやアピールポイントを教えてください。 マキ今回、ファーストハウリングシリーズが終わって、次のチームの物語の第一章という感じになっています。今までは、ファーストハウリングシリーズを通して、みんなと出会って同じ方向に走っていく結束の力などを見せてきたと思うのですが、今回はそこからお互いの違いに気づいて、葛藤を通してやっぱり同じ方向に向かって走っていきたいという絆を表しているシングルとなっています。 絆を表す部分は今までと変わらないのですね。巻きそうですね。今までより距離が近くなったからこそ違いに気づいて、ぶつかったり葛藤をしたりして、またより近づくという感じです。春は、個人的に注目してほしい部分としては、今回のシングルはチームが今まで見せてこなかったような楽曲やパフォーマンスです。今まではすごく勢いがあって、力強くて、パワフルでといった、 失走感のある魅力がパフォーマンスにあったと思いますが、今回はすごく繊細でパフォーマンスも指先など細かい部分にまで気を使って練習をしたので、アンドチームがファーストハウリングシリーズで見せてこなかった繊細で儚かない部分を見せるパフォーマンスに注目してもらいたいと思います。隣のメンバーのサミダレ、サミダレでの推しポイントは何ですかはルア・まき、まき、はルア・まき。マキ 推しポイント。春亜の推しポイントあったっけわ最初の部分で、ジョー君と春亜ア君が二人でデュエットのような感じで、二人だけが舞台に残って踊るシーンがあるのですが、最初ジョー君の歌声から始まって、その歌声を受け継いで自分のパートにつなげるという部分から、今までの春亜ア君の成長が見られるんじゃないかなと思います。春亜ア君の 自分のパートを自分のものにする力が今回のパフォーマンスでも見られるので、そこが推しポイントです。あと僕一つすごく好きポイントがあります。君に帰る、メイビーのラストのサビで春夜くんが歌うんですけど、そこの、僕だけの君でいるなら、の時の、な、の歌い方がすごく好きです。そこで息を多めにというか、歌唱テクニック的には、泣きを入れる、っていうんですけど、 そういう感情の込め方が他のメンバーとは少し違う部分で、僕はすごく好きです。すごく細かい部分まで、はルアさんは歌が得意なのでこの言葉は嬉しいですね。はルア嬉しいです。僕もまきくんの歌声が推しポイントだと思っています。特にまきくんの歌声が良いなと思うときは、舞台の上でアカペラを歌っているときに、広い会場にまきくんの歌声だけが響くんですけど、 その時に引き込まれて巻くんの歌声にすごく集中できるし、巻くんの魅力が会場中に響き渡る感じがするので、本当に良し。